皆さんこんにちは。今日もこちら島次郎が来たので紹介したいと思います。今回2つ来ました。何が入ってるんでしょうか。開けてみましょう。1つ目はこちら、お誕生日を彩るアイテムが入っています。そうなんです、お誕生日なんですよね。中身はハッピーバースデーって書いてますよ。こちらはフォトブック無料クーポンからお誕生日パーティー招待状、僕が君の名前を呼んで歌をプレゼントするよ。ビンゴカード、お誕生日パーティーの遊び方、お家の人にパソコンかスマートフォンでアクセスしてもらおう。島次郎が君の名前を呼んで歌を歌ってくれるよ。次にビンゴパーティーが始まるよ。島次郎が数字を言うよ。君のビンゴカードにその数字はあるかな？あったらめくろうって。これ後でお姉ちゃんとやってみたいと思います。から。はい。手形とか、あとはいろいろなんか書いてますね。でもこれはちょっと見てられないですけど。ね、嬉しいですね。ちゃんとお誕生日の時にはこれ、こうやってお祝いしてくれるんですね。嬉しいですね。はい。じゃあ毎月送ってくれるんですね。今回は何が入ってたんだろう。こちら、不思議発見シアター。これがね、すごく楽しみで、いつも一生懸命見てますよ。DVD です。はい。で、次がですね、これは、なんか勉強する付録かな。後で見ましょう。これはいつもの、いつもの分ですね。続きの勉強できる分ですね。で、これは、なんか勉強する分ですね。で、これも、いつものキッズワークと、こんな感じで勉強できます。キッズワークと、こちらが不思議発見絵本。結構ね、分厚くてね、1ヶ月かけてじっくり読めるとためになることが書いてますよ。で、これが知恵遊びバッグ。こんな感じで、これもなんか遊びながらね、勉強ができる感じですね。こちらちょっと開けてみましょう。はい、こちらは宝物カードがこちらで、こちらが何番目カード。たくさん置いてますよ。まずじゃんけんをして、買った人から何番目カード、一番上を引きます。で、右から4番目。それの右から1、2、3、4番目をめくって、1枚引けるよって書いてます、ね。これで宝物カードを1枚いけるってことだね。おお、カムリゲット。で、次の人がまた何番目カードをめくって、右から5番目。右から5番目ってどれかな。1、2、3、4、5、これだね。で、残念、残念なので宝物をゲットできませんっていう感じでゲームができるんだね。何番目っていうのがすごくわかるからいいね。はい。また後でみんなで遊びたいと思います。